ボビー・バレンタイン、ロバート・ジョン・バレンタイン、ロバート・ジョン・ボビー・ファレンタイン、1950年5月13日体は、アメリカ合衆国コネティカット州出身の、元プロ野球選手、元監督。メジャーリーグでは、テキサス・レンジャーズとニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックスの監督を、日本プロ野球では、千葉・ロッテ・マリーンズの監督を務めた。千葉大学、千葉商科大学。 情西国際大学客員教授。過去には、吉本クリエイティブエージェンシー、マネジメント契約に所属していた。大学入学直後の5月に、ドラフト1巡目、全体の5番目で、ロサンゼルスドジャースに入団。アメリカンフットボールで、奨学金を得ていたが、当時のトミーラソーダスカウト、1976年から、 ドジャス監督に見出され、オフ中は大学に通学させてもらうことを条件に、参加の3アンペアスポーカンインディアンズに入団した、大学は卒業している。現役時代は、内野手、遊撃手と足の速さを生かして、外野も守った。現役時代を通算すると、投手以外のすべてのポジションについている。怪我になき、メジャーリーガーとしての実績は目立つものではなかったが、 指導者としての手腕を買われ、からまで、テキサスレンジャーズは、ニューヨークメッツ参加、当時の 3A 農法タイズの監督に就任した。監督としてはたびたび結構し、1シーズン18回の退場記録を持つ。ロッテのゼネラルマネージャーに就任した、広岡達郎に壊れ、同球団の監督に就任、背番号80。選手の潜在能力を引き出し、 当時パリーグ5連覇中の西武ライオンズを上回る2位に導くチームとしても10年ぶりの A クラス。同年阪神、淡路大震災からの復興の象徴であったオリックスブルーウェーブの本拠地道を上げを阻止する3、連勝9月15日から9月17日など今までのチームカラーを一掃した。また震災へのチャリティーのためにドリームゲーム、 日本人選手選抜対外国人選手選抜を提案し、外国人チームの監督を務めた。日本人チームの監督は、大貞治が務めた。しかし、広岡や小花隆夫、江藤正蔵ら一部のコーチとの確執が表面化し、一年で解任。広岡はバレンタインについて、バレンタインは頭は悪くない。顔を合わせて話すときは問題ないんだが、 記者ののの前でいいいい顔ををしたたか。別の話をする。る。あれは困ったな。と述べている 2>, 2は、ニューヨークメッツ参加 3A のノーフォークタイズの監督に就任し、シーズン途中にメッツの監督に昇格する。柏田隆吉井正人、新庄剛志、小宮山悟るら日本人選手を積極的に受け入れた。2は、ワイルドカードからディビジョンシリーズ。 リーグチャンピオンシップシリーズを勝ち上がり、ワールドシリーズへの出場を果たした。メッツ監督時代の6月9日の対、トロントブルージェイズ戦では、延長12回に審判に退場を命じられて、一旦退場したものの、その後サングラスとつけひげ黒い T シャツで変装して、ベンチに戻ってた。このシーンは、日本のスポーツバラエティ番組でもよく取り上げられる。 試合はメッツが延長14回にサヨナラ勝ちを収め、バレンタインも選手の歓喜の輪に加わった。試合後、この件を新聞記者に問われたバレンタインは自分に似ていない誰かがベンチにいたんだろうととぼけ、さらにナショナルリーグ会長からの電話による事情聴取にも、あの時はベンチロッカールームの間の通路にいたと退場後にベンチに戻ったことを眼鏡に否定した。この件で、 バレンタインは、罰金5000ドルと2試合出場停止の処分を受けた。シーズン終了後に、メッツ監督を解任され、は、解説者として過ごす。オフ、低迷にアイグロってからのオファーを受けて9年ぶりに、監督に復帰。背番号は2、背番号には、フルスドジャースで、バレンタインが恩師と青倉ソーダがつけていた。は、北海道日本ハムファイターズとの熾烈なサイン争い。 プレーオフ進出権争いを演じ、0.5ゲーム差の4位だったが、チームを9年ぶりの勝率、500へ導いた。は相手先発投手に合わせ毎日スタメンを変える、変幻自在の打線で勝ち続けた。大胆な若手選手の先発機を、ほぼ全てのポジションに、複数の選手を当て競争意識を高めつつ適度に、休養を取らせる、里崎智也。 橋本進の二人の保守を先発投手に合わせ入れ替える、両選手ともに、ダモよく、スタメンマスクを外れても、指名打者として出場することもあった、クリーンナップを二組作って投入するなど、独特の起用法が当たり、ボビーマジックと呼ばれた。特に目覚ましい活躍を見せた、西尾勝義、今江俊明は、ボビーチルドレンと呼ばれた。84勝でシーズンを2位で終え、3位。 西武ライオンズと18.5ゲームの大座をつけて、プレイオフ進出を決め、第1ステージで西武ライオンズを、第2ステージで福岡ソフトバンクホークスを破り、31年ぶりの優勝に貢献。史上初の日米で優勝経験を持つ監督となった。そして、日本シリーズでは阪神タイガースに3年ぶりと、球団史上初の無傷のストレート4連勝。 チームを31年ぶりの日本一に導き、自身は外国人初の日本シリーズ優勝監督となった。その際の優勝監督インタビューで、かつて対立した広岡達郎に対して、日本球界に招き入れてくれた恩人、感謝の言葉を送っている。その後、11月10日から東京ドームで行われたアジアシリーズの初代王者に導いた。 は一時首争いを演じるものの最終的に4位と、低迷。は、レギュラーシーズン2位につけ、その後のクライマックスシリーズでも第1ステージで、ソフトバンクにセリ勝ち、第2ステージでは、リーグ優勝した、北海道日本ハムファイターズ相手に2勝3敗と、敗北したものの検討した。は4位。は、シーズン前から、今年限りで、退任と取り沙汰される中で指揮を取った。 契約不更新となった理由は5億の高年報がネックで、球団は約30億の大赤字を抱えたことによるものだった。一方、9月11日の日本ハムファイターズ戦にて、日米通算1600勝を達成。これは、日本球界なら4番目に相当する記録であり、首都青浦総田監督の記録を上回ったことを喜んだ。しかし、チーム防御率リーグ5位。 チーム打率リ,リーグ再開と、投打共に低迷しこの年優勝した日本ハムに6勝18敗と、大きく負け越し順位は5位。9月に正式に監督退任を表明。本拠地最終戦後のセレモニーでは日本語で最後の挨拶を行い、日本を去った。監督退任後は、ベースポーツ専門テレビ局 ESPN の野球解説者、退任について、 週刊朝日で球団を批判。当時球団代表だった瀬戸山隆三はバレンタインと確執があったとし、ゼネラルマネージャーを自負し、フロントに相談なく勝手にことを進めたり、約4億という高年俸に加え連れてきたコーチ、通訳も高額だった。球団運営に支障が出るとしてオーナーが退任を決めた。退任に納得にできない彼はメディア、 ファンを巻き込んで自分ありがあると主張してきた。私は強く批判され、バレンタイン監督のファンから、過激な横断幕を掲げられた。と述べている。シーズンより、テリー・フランコーナの後を引き継いで、第45代ボストンレッドソックス監督に就任。12月1日に、ホームグラウンドのフェンウェイ・パークにおいて、監督就任記者会見を取り行きた。 背番号は25、開幕直後に、主砲のケビン・ユーキリスについて、以前のように気持ちを入れてプレーしていないと、米メディアに語るなど、自ら選手との溝を深くした。選手を批判することが多く、チームは空中分解した。ダスティン・ペドロヤは、全員ユーキリスの味方。日本では通用しても、その手法はここでは通用しないと激怒するなど選手は、猛反発した。 その後もバレンタインに対する選手の反発が表面化し、ユーキリス、ジョシュベケット、エイドリアン・ゴンザレスら主力はトレード出た球団へ放出。チームの調子も上がらず、本拠地ファンから容赦ないブーイングが飛んだ。レギュラーシーズンでは20年ぶりの地区再開、球団47年ぶりの93敗と成績を残せず、契約を1年残して解任となった。 選手たちとの対立の深刻さは、デイビッド・オルティスが、彼、バレンタインは、精神的に問題があるか、薬か何かが必要な、人間なんだと差別的とも取れる発言ししまうほどの、ありさまであった。また、オルティスは2017年自助伝、パピ、マイストーリーの中で、2012年私の人生の中で、最悪のシーズンだったと表現、ドラマは、スプリングトレーニングに入って、 すぐに始まった。そこで見せた彼の行動に全てが凝縮されていたと、開幕前からチーム内に不協和音が存在したことを告白。日本式のトレーニングを持ち込むことで自分がいかに賢明な人間であるかを証明したがっているようだった。打撃練習で選手たちにゴロを打つように命じた。レッドソックスは私にゴロを打ってもらいたくてお金を払っているわけではない。 月まで届くような弾を打つために私はここにいるなどと具体例を挙げ、無礼、愚か、傲慢といった過激な言葉のオンパレードでバレンタインをこきおろした。NBC ラジオの解説者を務める。2013年2月、コネチカット州セイクリットハート大学体育学部長に就任。2013年9月11日、ラジオ番組に出演していた際、 メッツ監督時代の2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件についてあのテロ事件の直後ヤンキースの選手は何もしなかったなどと発言物議を醸し当時解説者を務めていた TBS を契約解除となった2016年12月9日翌年1月に発足するドナルド・トランプ政権において中日アメリカ合衆国大使への起用が 検討されていると報じられたことがある。2018年春の叙勲で朝日小章賞を受賞。同年8月のニューヨーク総領事公邸での叙勲伝達式では、私の人生で最大の名誉、日米親善推進に向けて、これからも貢献したいとめに涙を浮かべなら語った。普段は笑顔とともに陽気な性格を見せているが、試合中になると、 自チームが逆転するなど通常は、ホームサイドで大歓声が自然に上がる場面でも、ポーカーフェイスを通す。これは、試合の勝利が決定する瞬間まで指揮官は喜んではいけない。もしそれをするとその時点で試合が決定したような雰囲気になり、選手の緊張感が切れてしまう、という彼の監督としての哲学基づいたものである。2005年のプレーオフ第2ステージ第5戦。 里崎智也の逆転的時代の後も、ベンチ内外で歓喜する、ロッテ選手の陰で一人落ち着いた表情を保っていた。相手監督に、たびたび激行することもあり、復帰1年目の2004年のオリックスブルーウェーブとのオープン戦では、当時のオリックスの監督だった、伊原春樹と試合中に口論。伊原が、じゃあかましいわボケーと、日本語、広島弁で怒鳴りつけた。 また外国人記者クラブで当時東北楽天ゴールデンイーグルスの GM だったマーキーキーナートの会見が長引き、次の番であったバレンタインは豪雨にやし会場に、早くしろ、とヤジを飛ばし、キーナートと一触即発の状態になった。2009年4月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦の3回、1塁でのクロスプレイの判定を不服として審判に猛抗議したが、 一旦ベンチに戻りモニターでプレーを再確認した後に再び抗議しようと飛び出したことを侮辱行為とみなされ退場処分となったこれがバレンタインの日本における初の退場であった選手を怒鳴りつけることはほとんどなくただ10連敗した時やチームに覇気がないと感じた時にはある試合に敗れた後もまた明日勝ちましょう終わったことは仕方がない次は 決めようぜと励ますのみである。彼の采配において特筆すべき点は、その選手起用のあり方である。彼自身が現役時代怪我をした経験もあり、選手の故障、国士には敏感である。よってどんなに好調な選手であっても、体調管理を選手自身の判断に任せず、一定間隔で休養を取らせている。特に投手陣に至っては、 必ず5人から6人で先発ローテーションを組み、投球数にも制限を設ける。二度目の来日当初、怪我、度重なる国史が原因と言われるで一軍から、遠ざかっていた黒木智博に、自分がいれば、こんな無用な故障はさせなかったと語った。そのように、体調管理を徹底した一方で、選手の服装や髪型に関して、規律を求めることはなかった。投手においては、 大差がついた試合の敗戦処理を若手投手にさせず、また、僅差の試合で若手投手を救援に用いることがない。若手に敗戦処理をさせても意味がない。僅差の試合で打たれて負けることは、これから伸び行く若手にとって悪影響を与えるという持論のもと、どちらもベテラン投手を起用することが多い。攻撃面では、送りバントを用いず、ヒットエンドランを仕掛けることが多い。 ファンサービスを大切にすることで知られる。予定にない即席サイン会が行われることがしばしばある。2006年のファン感謝イベントでは、選手とファンが触れ合う機会が少なすぎることに不満をらし、フィールドでのイベントには目もくれず、ファンにサインをし続けた。家族構成は、夫人と一難。夫人の父親は1951年のナショナルリーグ。 優勝決定プレーオフ第3戦における救援失敗で有名なラルフ・ブランカである。特技の一つは社交ダンス。本格的にダンスを始めたのはジュニアハイスクール時代、当時13歳地域のコンテスト、州内のコンテストで優勝。1965年にはマイアミで行われた国際大会のジュニアクラスで優勝するなど競技ダンスでも活躍していた。 愛車は BMW で、もう一台の愛車である、マウンテンバイクも BMW。ディーンのファンとしても知られる。きっかけは初来日当時の1995年の、劇空間プロ野球のテーマソングが、未来のためにで、この曲に感銘を受けたことからファンになった。プライベートで、ディーンのライブに行くほどである。2006年にはダイヤモンド、光の玉、ザ・シャイニング・ボールに、 ボイスボーカルで参加している。2005年、阪神甲子園球場で日本一を、さらに東京ドームでアジア一を決めた時のインタビューで、ファンに向かって、このチームは世界で一番です。と絶叫にも似た答えで返した。2005年度、勝力松太郎賞、千葉市特別名誉市民。功績を称え、縮小パレードが行われた千葉市三浜区。 幕張ベータウンの富士見通りはバレンタイン通りに解消。グリーンガムの CM に選手たちと一緒に出演し、中央でサムアップのポーズをしたり、落ち込んでいるヒロイン、ヨシコを代打、ポジションは指名打者で起用。さあ、行きましょう。と励ました。もちろん、声は吹き替え。その後、アカデミー賞候補で大ブレイクしたヨシコこと、菊池林子から、 バレンタインデーに手製のチョコレートを送られ、アカデミー賞の日本の子が、あの、ヨシコとはと絶賛、感激していた。この CM では他に、選手たちが仕事上のミスから残業して後始末をするはめになった、ヨシコを、失敗するから成功もあるさ、取り返せばいいと励ますバージョンもある。就任当初の1995年春に、コンパック日本法人の CM に登場した。 本人によれば CM 出演は過去にアメリカでも15年で20件ぐらいやったという。2008年からは大峰優太投手と共にオリオンビールの CM にも出演していた。WBC で日本が優勝したことで我々の国の野球は世界で一番だと証明されたんだ。なのになぜ皆メジャーで挑戦という と日本人選手のメジャーリーグ志向に警鐘を鳴らしている。また、松坂大輔のポスティングシステムによるメジャー移籍の際にも入札には日本の球団も参加できるようにすべきだと話している。しかし2009年ニューヨークタイムズの取材で第2回 WBC についてコメントをした際には MLB を優先してベストメンバーの揃わないアメリカ代表を擁護する発言をしている。 日本のプロ野球は、カブリーグを充実させるべきであるという意見を持っており、2007年には、四国アイランドリーグ、当時の球団をロッテが買収するというプランを披露したことがある。球団佐渡は否定したが、その後、アイランドリーグに選手を派遣する構想は、表明している。2008年4月にアイランドリーグ出身の角中、勝也が初めてホームランを放った際にも、 カブリーグの重要性を指摘するコメントを述べた。2006年にベストドレッサー賞を受賞した。2006年5月6日、試合前のスタジアムにタキシード姿で登場。ディーンのダイヤモンドに乗せてプロの寺門良子と華麗なチャチャのステップを披露した。この日のダンスが話題を呼び J スポーツのダンスに片思い恋するステップや日本テレビシャルビダンスの 魔女のダンス教室に講師として出演をしている。2007年5月17日、世界高血圧デーのキャンペーンの一環として、24時間以内に、一つの場所で何人が、血圧測定できるかを競うギネス記録に挑戦。千葉マリンスタジアムでの西部戦の試合前から、終了後までバレンタインをはじめ、ファンや選手など2109人が血圧を測定しギネス、認定された。 測定結果は135、86だった。2007年10月3日、高校生、ドラフト1巡目で、唐川優己のくじを見事引き当てたバレンタインは、ベディエキサイティング。体も大きいし、いろいろな球種を投げられるし、唐川くんもロッテに来たいと言ってくれてるみたいだし、最高だね。ブラウンに渡されたのを断ったのは、シリコンバンド、チームロゴと、オンセアゲイン。 オールハンズ・ツー・ザ・フラグ、もう一度結束、フックのために、の刻印入り配慮。ペナント奪還への意気込みの意をしてる左手で、引きたかったから、ファンのみんなと一緒にくじを引きたかったんだ。と発言した。2007年11月16日、千葉商科大学の特別講師として、千葉ロッテマリーンズの現状と将来像について、講義を行った。 京成バスの幕張本郷駅、千葉マリンスタジアム間路線でアナウンスの声を担当。喋る内容は英語で監督のボビーバーレンタインです。本日もご利用ありがとうございます。同様に名乗った後本日はご乗車ありがとうございました。またマリンスタジアムでお会いしましょう。ただし、監督は英語のマネージャーではなく日本語で監督と名乗っている。 経験なクリスチャンでもある監督を退任した翌年の2010年にマリンズが日本一を達成した際にマクハリシン都心で開催された日本一達成のパレードにプライベートで訪問している2013年3月3日 WBC 第1ラウンド A 組日本対中国戦において始球式を務めた2016年9月25日 サブローの引退セレモニーにて日本語でビデオメッセージを寄せた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。